大和市は神奈川県のほぼ中央に位置する市、市工事特例市に指定されている。人口は約24万人。東京特部への通勤率は15.3%、横浜市への通勤率は18.3%。東京都心から40から5 0トル、横浜市外から2 0トルの県内にあり、東は横浜市、西は座間市、海老名市、 綾瀬市に、南は、藤沢市、北は、相模原市、東京都町田市にそれぞれ隣接している。この内沢市、海老名市、綾瀬市との間にはかつて、県を政令指定都市構想があった。東西間の距離は3 2 2トル南北間の距離は9 7 9トルと南北に細長い地域である。相模や大地上にあり、北から南へ。 緩やかに傾斜した地形で、高低差は38メートルに及ぶが、給料起伏は、ほとんどない。市内最高点は、下鶴間、浅間神社跡との標高を90メートル、最低点は、福田、河野久保の標高を30メートルである。鉄道は、中央部を東西に、相鉄本線、南北に、小田急江ノ島線が走るほか、北部に、東急田園都市線が乗り入れ、 狭い地域に8駅がある。このため、市内各地から最寄り駅まで徒歩を用いても、比較的短時間でアクセスでき、中心となる。大和駅からは小田急を用いると、新宿、相鉄を用いると、横浜へ、それぞれ1時間以内で移動できる。2019年には、相鉄、JR 直通線が開業し、また2022年度には、相鉄、 東急直通線が開業予定であり、これら路線の開業によって、大和駅からは新横浜、渋谷方面へのアクセスが向上するため、今後さらに利便性が高まることが期待されている。道路網では、東名高速道路が通っているが、東市域内にはインターチェンジがない。ただし、市の北東方向に横浜町田インターチェンジが近接し、 市中心部まで比較的短時間でアクセス可能である。綾瀬市と山都市にまたがって在日米軍と海上自衛隊の厚木基地があり、内山都市部分は約1.1平方キロメートルで市面積の約4%に相当する。東京都神奈川県山都市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 住居表示実施前の町名討論で下線がある。町名は、その全部、それ以外は、その一部であり、町名の末尾に数字がある場合には、町名を表す。なお、西角間5町名及び揚木橋指定名の各一部には、住居表示未実施の区域がある。大和市役所管内、ABCDEFGH 北部第一土地、区画整理事業換気処分広告があった日の翌日、 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz a a b a c a d a a a f a g 町会町名地盤整理実施区域 abc 下総屋木土地区画整理事業管地処分広告があった日の翌日 ab 南部第一土地区画整理事業管地処分広告があった日の翌日 abcdefghij 南部 第2土地区画整理事業管理処分広告があった日の翌日。ABCD 南部第3土地区画整理事業管理処分広告があった日の翌日。ABCDEF 渋谷北部土地区画整理事業管理処分広告があった日の翌日。郵便番号は 242XXXX で大和郵便局が管轄、周配を担当する。 市外局番は零四六となっている。かつては零四六にを使用していたが、加入者増加などに対応するため、1999年7月20日午前2時、零四六に一斉変更された。山都市議会は定数28名。議長、副議長と会派と、その所属人数は次の通り。議長、 副議長会派構成神奈川県議会で与えられている議席数は3議席。前回の選挙結果は以下の通りとなる。衆議院周辺の綾瀬市、海老名市、座間市から構成される神奈川13区が選挙区となる。下記は2017年に実施された第48回衆議院議員総選挙の選挙結果である。名下その待機周辺の商業施設の詳細については、 山都市交通にある各駅のリンクを参照。市内最大の商業施設として、伊東洋華堂とイオンが共同で出展した大和奥テ地がある。市内には大規模な製造業や、それに付帯した研究機関なども比較的多くある。月宮にはセルスター工業本社がある。下鶴間には JVC ケンウッドクリエイティブメディアの本社工場現在は、 移転をしていて隣接していた、公文書院の跡地とともに、東急のマンションシリーズである、ドレッセ中央林間が建設中である。三期工業の大和事業所と、技術研究所、三菱重工冷熱の大和工場、三井住友銀行大和電産センターが立地している。また、かつては、日本 IBM 大和事業所があったが、東京都江東区と洲に転し、 2012年9月をもって閉鎖された。大和駅周辺には、極東開発工業、岡野電線、日本も、レックス、SMK、ガスター、日本飛行機、ファーストフーズも立地していた。このほか上和田には、富士フーズ、大館には、サイゼリア神奈川工場、相模大塚には、コージーコーナー、相模工場、下鶴間2丁目には、 加藤組鉄工所大和工場及び吉田印刷が立地している。大和市内に本社を置く株式上場企業は現在は存在しない。過去に存在した株式上場企業、志向株式会社公立市立、公立市立公立市立大和駅中央林間駅、東急正面口人口が20万人を超える、比較的規模の大きな都市だが、 市内に JR の駅は設置されていない。ただし、2019年に相鉄 JR 直通線が開業したことにより、JR 東日本の車両が相鉄線を経由して、市内に乗り入れるようになった。なお、小田急高座渋谷駅の地下を東海道新幹線が通過するが、新幹線に駅は設置されていない。ただし、2022年度に相鉄 東急直通線が開業予定であり、相鉄本線を経由して、新横浜駅まで容易にアクセスできるようになる。東京駅、新宿駅、羽田空港、箱根、大阪、京都方面の高速バスが運行される。なお空港行きの高速バスは、同停留所以外に、市外の二俣川駅、相模大野駅、南町田グランベリーパーク駅などからも乗車できる。 文化、芸能スポーツ、大和市は以前からサッカーが盛んで、サッカー、日本女子代表が初優勝した2011年の女子、ワールドカップでは、大野、川澄、上尾野辺の3選手が日本代表に参加し、さらに決勝のアメリカ戦では、大野と川澄が先発出場した。このような背景もあり、大和市役所は2011年に、小野寺を試職員として採用し、 女子サッカーの街プロジェクトの一環として、同市内のクラブチーム、大和シルフィードの強化に関わった。シルフィードは2019年に、なでしこリーグの2部に初昇格し、小野寺は市職員の傍らで、同チームの GK コーチを務めている。男子サッカーでは、横浜市を本拠地とする横浜 F マリノスのサッカースクールが2007年に、 開校し、2017年には同クラブのホームタウンとして正式に追加された。ありがとうございます。